ンンンチチチス JJ ャネルでです、えー、皆さんご機嫌いかかがでしょうか私ですね、えー、最近インターネットで検索する、えー、調べ事っていうのは非常に千葉県が多いんですねそして千葉県でですねついに思い出してしまったことがあるんですけどもうちのですね母親がですねやたら怒ってるんですよなんやねんなんやねんもうほんまに許されへんわこんなんは言うて怒ってるんですよでね あの何をそんな怒ってるのかなっていうふうに思ったらですね実は僕の親戚の子が、まあ、結婚するということでお袋に絵はがきを送ったんですよ写真付きのハガキをねで結婚するのでよろしくお願いしますとでそのハガキを見てやたら怒ってるんですよ千葉の親戚ですそれで思い出したんですよで写真をね送ってきてるんですよ彼女と撮ったねその写真をねで何を怒ってんのかな言ったらねもうこん も金髪の派手な女の子と結婚するなんかなんやのとでその母親のお兄さん、ね、が千葉にいてますから何でうちの、ね、兄もねこんなこと結婚するの認めたんやでろ怒ってるんですよで何をそんな怒ってるのかなと思ってパッとその写真見たらですねすごくね いい子なんですよ写真に写ってる子ね全然派手じゃないんですよ全然派手じゃないやんいい子やんって言ったら何言うてんのよでそんな派手なの金髪に染めてもうえら派手な子やんかっ怒ってるんですよでパッと見たらですねそれね千葉のディズニーランドの白雪姫と一緒に撮ってる写真なんですよつまりうちのフクロウはね白雪姫を結婚相手と間違って怒ってたっていうね事件があったんですよそれを思い出したんですね はいすいません、千葉県ばっかり、もう最近千葉県松戸とかですね、もうそんなことばっかり分かりました。早く前に進めたいと思います。よくですね、この前置きですね、不謹慎だっていうふうに言われるんですけども、もうこれですね、やらないと頭が回転しないので、もうここだけ本当にご勘弁ください。別にふざけてるわけではございません。申し訳ございません。それでは真面目にですね、事件のいわゆる会議の方ですね、進めていきたいと思います。え今日はここちらのボードです、えー、このボボーードドでですすね い赤いところが。 新しく皆さん方に今日お話しするところでそしてですね今日水色のとこがありますねこれはなんとですね今日3つ皆さんと一緒に、まあ、公開操作ということで、えー、前回ですね、えー、皆さんに検証していただいたようにフェンスの男はね小沢かどうかっていうね検証していただいたように今日も3つ検証していただいて皆さんのコメントの中から私たちのこのチャンネルの中ではこういう方向だというね方向性を決めていきたい なっていいう,うに思います。でまあ、何度もですね何度もというか何回かお話ししましたようにです、ね、私ですね何かを比べるとか人の顔を覚えるとかすごくそういうのが苦手なタイプでして本当脳障害なんですよこれ冗談じゃないんですよなので皆さんのご協力を得たいなというふうに思います。で上から順番にですねお話をしていきたいんですけどもまず12日に発見された枯れ沢の靴下情報ということですけどこれはですね 小倉美咲さんのいわゆる遺骨が発見された枯れ沢でえなんと美咲さんの靴下ではないかというですね靴下が発見されましたねでこれもですね1週間以上経ってるのに警察から何の発表もないですよね美咲さんのものだったのかそうでないのかもしこれ美咲さんのものであるということが分かればですねこれは非常にミステリーです。なので犯人は まだいるということになりますよね。この状況の中で発見されたということであればねえ、偶然もうあのあの大捜査の中で規制線張った中でね、もうこんなして虫眼鏡でですね、え警察があの枯れラをですね、もう何十日も捜査してて見つからないということはないです。これボランティアの2人の男性が見つした靴下なんですけど、これちょっとご情報がありました。僕が花柄というね、情報出しましたけど、花柄ではないということがわかりました。これどういうことかというとですね、実 実は山陽新聞であったりいろんな記事の中に花柄の靴下を小倉美咲さん履いていたという情報がたくさん出てますところがですねライブをしている時に松子の考察室さんが JJ 花柄ではないよというねお話をいただきましたえ実はですねそれで調べてみたんですよそしたらお母さんも初めは花柄と思ってたんですって ね、そして警察の方からこれではないかというふうに提示されてですねその写真を見たら自分は花柄と思ってたけどもこういったハートのマークが散らばってうさぎのなんかこんなものがついてるようなそんな柄のものも美咲ちゃんは持ってたなということでお母さんもあそうかも分かれへんということになったということです。なのでこれ花柄ではなくて、まあ、そういった柄であるということを修正しししてておきまますすテロップに詳しく出していいねこういう柄であったす。これお母 ささんんのの証言から見えました。松子の考察室さんどうもありがとうございました昨日のね、えー、プレミアムライブチャットね会議の方でいただきましたありがとうございます、えー、そしてですね2番目「ビデオの男と小沢の継承」前回の動画でこのように検証しましたね この動画、なんか小沢に似てるよねっていうような形をいっぱいコメントいただきました。で、だいぶ前にですね、この検証動画も初期の頃にですね、これ検証してえ、ずっとあんま関係ないやろうっていうことで進めていたら、やっぱりコメント多かったんですよ。あのフェンスの男って小沢じゃないのって。小沢っていうのはこの人です。ね。もうこれ12回目になりますから。 大沢だけで皆さんピンとくるんですけど、初めて見てる方ね、わからないと思うのです、大沢っていうのはこの人。ぶっかけ教師です。体幹シューズにぶっかけて逮捕されてますね、千葉県でね。えー、こいつと違うかということで、ね、この動画、ね、検証しましたねそ。その検証結果出ました。以上、このチャンネルの中で見ていただいている方のコメントで検証しました。どういうことかというと、非常に似ているというコメントが、ほぼほぼ9割以上です。 これ、大沢じゃないのというね。ほんと似てるねっていうことで、一応ですね、このチャンネルでは、小沢に似ている本人かもわかりませんねという画像だけですよ。では、その方向で、一応、 置いておきましょう。そして皆さん方のコメント一つ一つですねご紹介したいんですけどもあのすごい数を頂いたので大体こんなもんだったっていうのをざんとお話していきますねなんか細長いものを持って移動してるような感じだ女の子も一緒にいるんじゃないかないやこれ多分例の,の人やと思うんですけど恐ろしい映像であるというね、えー、こととかいやただのタジション違うかなと僕も初めそう思ってます。 えー、思ってますというか今も何となくそう思ってます対象じゃないのかなという気がしますそれとですねすごく背が高い棒を持っている高い男がねなんか長い棒を持っている一瞬だけ色のついた長い絵の何かが見えます何も持ってないように見えるのにそこだけ一瞬なんか棒の先が曲がったもの物体がやはり見えますと。 ねえ、キックボードのようなものにも見えないかなみたいな話もあります。あと最後の方にですね残像なのか2人に見えました。黒のジャージの男と白のシャツにオーバーオールの女の2人。ね。これ女の人も登場してます。であとスローにしてくださったものをさらにスローで見直したのですがえ何か。 やっぱり長い、細長いものを、例えばゴルフクラブや傘のようなものを持って動いてるような感じがします、みたいな形。ね。あとまあ関係ないけど、結果が江戸川の水の中で、まあ結果っていうのはよ体なことでしょうね。江戸川で水の中で発見された、どうしても納得できないとか。ね。やはり立ち去る前に一度、 えー、背後を見せた場面には明らかに黒い巨大なリュックを背負っているのが見えますもう一度スモーションで検証してみてください美咲ちゃんの、えー、頭蓋骨の第一発見者が警察と現場検証をしていた初期の古いニュースの男性の後ろ姿も似てるような気がする、えー、これの章でありますつまりですねこの男性がね、小倉美咲さんのいわゆるお骨を発 しててインタビューに答えている男性と似ているというコメントがありました。これ結構いただいてるんですよ。ということで今日はこれ検証に入ってます。まあ、そのようなコメントをいただきました。今日はね、検証ビデオが多いのでさっさと進めていきたいと思います。なのでまあビデオの形はそういうふうな方向でということにします。あと、田子上誘拐事件動きなし、小沢の車も動きなしと。 で次ですね、野球場のフェンスの男とお寺前の監視カメラの男が同一人物じゃないか。えこれはですね、ビデオ、映像、この方にいただきました。やはりこれも視聴者の方でツイッターで個別にいただきました。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。これ検証したいと思います。えつまり、前回野球場のフェンスの男は小沢と同一かどうかという検証をしましたけど、 今日はですね、この野球場のフェンスの男と有名なこの写真。ね、この写真でキックボードで、えー、お寺の前の監視カメラに映ってるって、これよく流れましたよね。実はこの動画のですね、中に、今ではテレビでほとんどもうこの部分はカットされています。カットされている理由はわかりませんが、アルファードも出てきたし、この男の人も出てきた。この部分2つカットにされている映像しか今テレビで流れてないんですよ。 おそらく僕の中ではカットされた理由は個人を特定して迷惑をかけてはいけないという配慮の中でおそらくカットされたと思うんですけどもそのカットされる前の映像を送っていただきました、えー、この方からですねそしてここに写ってるんですよ美咲ちゃんのところに男がずーっと出てくるんですけどこの男あのフェンスの男と似てないか怪しいぞというねことをいただきましたでこれを検証したいと思いますので今からビデオをご覧ください ご覧いただいて前のようにですねこれ同じじゃないかいやこうじゃないかというコメントをいただきたいと思いますやはりですねこの南さやさんあれ僕さっき小村美作ちゃんって言ったかなもし言ったんだったら間違いです、ね、え僕もしょっちゅう間違ってますからね怖いですよね、えー、ごめんなさいね、えー、この南さやさんがいわゆるキックボード映ってるところに第三者が映ってるということでこれやっぱり重要な手がかりになると思いますのでね 検証をしておきたいなというふうに思います。まずはですね、野球場のフェンスの男をちょっと動画をご覧ください。 はい、えー、そして、まあ、その切り抜きの画像をちょっとご覧ください、まあ、こんな感じですねで次にですねその監視カメラの美咲ちゃんの有名なキックボードの画像をご覧いただきたいと思います はい。いかがでしょうか。で、えー、まぁ、あ、ちょっと切り抜きというか画像はこんな感じです。そして、まあ僕なりに画像を2つ並べてみますので、ちょっと検証してみてください。はい。 まあこのような形でね、この2人が同一人物ではないかというようなことで、これも皆さん方のご意見いただきたいと思います。はい、えー、それではさっさと次に進めていきたいと思います。小沢と小倉美咲さん発見ボランティアの方同一人物、これも検証です。これどういうことかというとですね、小倉美咲さん、まあ、先ほども言いましたね、小倉美咲さんのお骨を発見したボランティアの方いらっしゃいますよね、第一発見。 者、この方の画像をやはりこの方に送っていただきました、えー、視聴者の方ありがとうございますで、この人が小沢とそっくりやないかっていうね、えー、ことで検証してくださいでもしもこれが小沢とそっくりだったら事件繋がるし怖い話じゃないということなんですよもちろんそうです ねえですけどね、やっぱりこういう検証するときにですね、やはり本当にこの検証される方ですね、このボランティアの方、本当に申し訳ないです。本当に申し訳ないです。もう全然関係なかった。なんか名誉あの毀損で訴えねえ、もうられても仕方がないようなことやってると思いますけど、もう必死でございますので、えなんとかご勘弁くださいえ。決して悪気があってやってることはありませんのでね、え本当にあの申し訳ございません。えー、本当に申し訳ないです。 Yeah. <laughs> えということで、えー、とりあえず検証をさせていただきたいと思います。まずですね、小沢の写真、たくさん入手できてますのでですねえ実際にですね、大学の卒業アルバムの写真であったりね、あのー、スーツを、ね、着ているような写真であったりとか美咲ちゃんのがもうバスケのね、ミニバスケの顧問をしてた時の、あ、美咲ちゃんじゃない、また美咲ちゃんって言ってるわは、朝、え、芽、ー、さん、えー、あまたさやさんとか関係ない、おかしいな、ちょっとボケてますね。これね なくてねこれ深夜のねもう2時ぐらいに撮ってるんですよ申し訳ないですあの学校の小沢がいわゆる教え子たちと撮ってるバスケの写真だったりとかいろんな写真をねちょっと見ていただきますのでそれとボランティアの方が似てるかどうかという検証ですまず小沢の写真ちょっとスライドで流していきますのでご覧ください はい、これござはですね。そしてボランティアの方、本当に申し訳ないです。えー、これ画像をこの方に送っていただきました。えー、視聴させていただきます。はい、こちらです。で、二つ並べてみます。え、違う写真と並べてみます。もう一つ違う写真と並べてみます。いかがでしょうか。 本当に申し訳ございいいいままません。えーま、たたたコメントいただきたいと思います。なんか本当に、あのー、僕も似てると思ってしまうんですけど似てるとか似てないでね本当にこの申し訳ないんですけども、えー、また皆さんコメントください本当に申し訳ございません、えー、そして次ですね小沢は2016年から2020年まで空白だった前回ですね 空白の2年間、2018年から空白の2年間を終えというような話したんですけど違いますよね長野の高等高等学校で教鞭を取っているというのはガセネタだったので2016年から2020年まで4年間このチャンネルでは小沢の足取りがつかめてないということになりますだからこの4年間ですね2016年から2020年2020年時は松戸の第二小学校にコースとして来ていると2021年の4月から 対応になってるとここまで掴んでますけどもこの2016年から2020年まで小沢はどこにいたんやという情報が出てきません。なぜ出てこないんでしょうね出てきてもいいんだと思うんですけどね。え次です。え長野県町田里さん事件との関係はこれゆっくり数 成長の子だったのというお話しましたけどこれについてはまだ情報をいただいていませんもし分かる方がいれば、えー、情報ください、えー、そして次ですね警察の捜査方法改善要求君水署の副署長に連絡、えー、こちらまだアポが取れておりません、えー、また連絡を入れていきたいと思います、えー、そしてですねこの美咲ちゃんの靴下の情報があまりにも出ないようであれば大月社の方に,にもですねあの確認をしたいと思います靴下の件どないになっとんねんと見つかったことだけ 発表してその後の発表が遅いのなんでやと仮想圏。研なんかそんなもんすぐにわかるやろ。みたいなね。えー、ことはよう言わんけど、あのー、ね確認を取りたいと思いますね。警察大好き jj としてはですね。警察とはもう親友でございますからねどんどん連絡をして突っ込んでいきたいなという風うに思います。 えそしてですね、次の例の操作ということになりますけども、これかなり有力なね、情報がいっぱい来てます。だからね、あのー、この例のだけの情報を非常にたくさんいただいているので、例のだけの公開捜査会議特別版っていうのをやりたいと思います。次回のね、あのー、橋本京明さんの動画が、日本名が出たらそれに合わせてやろうかなと思います。やはり例の操作なので、これはですね、やっぱり拒否感持ってる方たくさんいます。そんな例のなんてってね、 これもいっぱいお叱りのコメントも頂い,いてますけどもあの超,能力で超能力で霊能操作っていうのは本当に あるんですよ。現実にあるんですよ。世界で、あれするとね。なので、別枠でやりますので、興味のない方はご視聴控えていただいて、そして霊能操作は、いや、それあるでと、超能力あるでと、やっぱり何でも1ミリでもということでやったら、全然やってくれよという声がいっぱいあるので、この霊能操作、たくさん情報をいただいてます。道義追い情報をいっぱいいただいてます。そしてね、この霊能の方ってズバリ言うんですよ。ズバリ言うので、あの、これ何の証拠もないですよ、霊能ですから。でもこれも、 お特別版で、えー、公開捜査会議、えー、近々やりたいと思いますので、えー、これだけでやります例の捜査だけでやりますで、あのー、僕もですね実は、えー、周りにおりますのでね、えー、ちょっとご協力もいただきながらというふうにしたいと思います本気ですよ冗談じゃないですよ本気でやってますよ、えー、次ですね小沢基礎まで の流れれで見える31日がポイント。これ何も変わってませんね。もう31日これが交流期限8日から23日の交流期限を出したら31日に起訴しなかったらもう釈放なんですよなので絶対起訴がありますからどういう起訴内容かということを突っ込めば分かってくることがあると思いますもうちょっと待ってみましょうということですね えー、そしてですね、次、えー、南朝芽さんの土手目撃情報の方と、県下の方が同一人物説。もうこれもたくさんいただいてます。あの、南朝芽さんの土手の目撃者、この方。 ね。このチャンネルでは非常に有名ですよね。この方が、ね、美咲ちゃんのご遺体が見つかった時に、花を喧嘩しに行った時も、やっぱりインタビュー受けてる男性がいてるんですよ。この男性とめちゃくちゃ似てるやんかと、同一人物じゃないのというね、えこともいっぱいいただいたので、こちらも本当に申し訳ございません。ただし、これは犯人とか犯人じゃないとかいうことではなくて、同一人物じゃないのっていうね、素朴な疑問ですから、 これはちょっとと検証をさせていいいたただきたいと思いますでなぜ検証するかというとですね同一人物であればひょっとしたらこれフェイクの可能性があるなテレビ局のということですよね。 よくありますよね。こういうのね。昔もいっぱい、あの、そういうので、あの、やらせでありますよね。番組がそういうコメントを出す人を雇ってコメントをしてもらったっていう疑惑ではないかということが一つ目。そして二つ目は、たまたま一緒やったということですよね。そして三つ目は、え この事件で重要なところで2人登場して何か事件と関係してるんじゃないなっていうのが3つね。まあ、こういうような形の中での検証ということになりますので、えー、ちょっとこれはもう画像を比べるだけにしておきますので、えー、ボランティアの方、県下の方と土手の方2つ並べてみたいと思います。そして皆さんのご意見をお寄せください。はい。 ということでですね、今日はこの3つの検証、上から野球場のフェンスの男とお寺の監視カメラの男は同一じゃないかという検証をご意見ください。そして2つ目、小沢と小倉美咲さん発見ボランティアの方が同一人物じゃないかという検証。これと、そして今のですね、目撃情報の方と喧嘩の方が一緒じゃないかというね情報をお寄せくださいと。あと最後にですね、この教員資格についてということなんですけども、 実際にです、ね、こんな事件があったんですよ東京・江東区の公立小学校教諭川島健容疑者勤務先の女子児童が着替える様子を盗撮したとみられる動画や画像をスマートフォンに保存し所持していた疑いが持たれています発端は川島容疑者から体を触られたという別の女子児童からの被害相談。 小学校からの相談を受け先月17日警視庁が自宅を捜索したところ複数の女子児童を盗撮したとみられる動画や画像が18点見つかったということですで、この事件ですね普通であればこんな売接行為を働く教員なんてとんでもない二度と教師なんかさせる ことはできないっていうのが当たり前ですよね当たり前ですよねで、懲戒免職処分になった教員ってこんだけいてるんですよ1年間ででもですねこれ氷山の一角なんですよ懲戒免職処分の前に 定職処分っていう3ヶ月定職、ね、幼児にわいせつ行為などをしても定職処分っていうのがあるんですよでこの定職処分と懲戒免職っていうのは天と地ほどが違うんですけどもこんな法律があります、ね、でこの法律ができたんですけどもまだまだ甘いという話をしときたいなということなんですねでこの男、ね、逮捕されました で、まあ、いわゆるですね、逮捕されて、いわゆるその、用にいたずらをしたと。で、こういう形ですね。まあ、家宅捜索を行ったらですね、18点も出てきたということなんですけども、なんとこの男ですね、これ、捕まる前の2017年にも、いわゆる、反罪を起こしてるんですよ。自分の教え子に対して。ね。 でも、まだ教師やってるんですよ。教師やりながら、超こう悪いことやって、教師やりながらまた同じようなことやって捕まっとるんですよ。ね、これなんでかっていうと、懲戒免職になってないんですよ、前回。停職処分ということやから、教師3ヶ月休んで、また教師やってるんですよ。これが問題や、というね、ことなんですよ。やっぱりですね、この幼児を、 目的に教師になってるやつらは全員排除ですわはっきり言うてもうこんなもんもうあの法律もクソも何もないんですよ、ね、だけども懲戒免職になったとしてもこのボード 東京都から回ってきたら断れないというこの現状があるんですよ。なのでね、やっぱり僕はここの部分に関しては今回のこの小沢の事件もそうだし、いっぱい事件が集中していますから、この事件をきっかけに法改正すべきやと思います。 少しでも、1ミリでも幼児に対してわいせつ行為、特にわいせつです。わいせつ行為を働いた教員は、二度と教員資格は取れませんという法律を施行してください。条例でも構いませんっていうことです。そうじゃないともう、これはですね、お子さん預けられないですよね。 で前回全然事件違いますけどもバス置き去り事件ありましたよねあのヘラヘラ笑いながら会見するあれもあの事件をきっかけにね車の送迎バスの中の監視カメラを使ったりとか防犯に対してねに対するもう法律が施行されましたねこれ早かったですねこのようにですねまあ、少年法が改される改訂される事件であったりとかいろんな法律が改定されるのっていうのは事件をきっかけに法律の見直しっていうのはたくさんあるんですよなのでこの教員資格 に関してはもっと厳しい法律に変えたらどうかなということでこのチャンネルからは要請したいなということでこの最後に教員資格についてというねえことを皆さんにお話をさせていただきましたえ今日はですねあの本当に項目,を項目も多くてですねあの検証してもらうことが多いんですねそして新たな事実っていうのが、えー、何も出てきてません申し訳ございません一生懸命やってますでも出てきません だけど、こういうようなことをね、重ねていく中で、皆さんと情報の共有化をしていくということで、おかげさまで、たくさんの方にね、ご登録いただいているので、そのたくさんの方の中から友人、知人とか広がっていってですね、で、 情報が集まってきて、そしてその情報でこれだっていうものがあれば、ね、警察の方に僕の方から提出してもいいし、皆さんから直接提出いただいてもいいし、で、僕は今何回も言ってますけども、ここの警察の捜査法改善要求したから1、2、3、4、5番目。 ね、せめて共同捜査一番いいのは合同捜査ですバラバラに捜査するんじゃなくて本部バーンと一個にして情報の共有か捜査員の共有かっていう前,回前々回の動画でも言ってますけどなんとかそこに持っていったらもっと早いと思いますもっと早いと思います個別に捜査するんじゃなくて書が変われば全く情報の共有化されませんからね。 もうなんとかね、もうここをやってほしいですね。そしてね、これ小沢が全ての事件に関係してなくてもいいんですよ。いいんですよ。とにかくこの、ここでは僕らすごく狭いとこ行ってます。シリアルキラー像として想定して狭いとこ行ってますけども、早くですね、一日でも早くこの事件を解決で、ね、できたらという思いで狭い方向に行ってます。皆さんもご協力ください。以上です。ごめんなさいね、長くなっていつもね、JJ ジェジェチャンネルでした。